写真拡大。 DNA が1日公式インスタグラムでブルーの不気味すぎる宇宙人特殊メイクを施した神茶田に火を収め、乙坂の衝撃の姿を公開。撮影時の動画も公開して話題となっているが、神茶谷自身も自身のインスタグラムでポスターの画像を添えて、旅行しに地球に来ましたと投稿。ファンを喜ばせている。7月30日からのヤクルト3連戦で夏の一大イベント、横浜スター、ナイト2019、サポーテッドバイ横浜銀行を開催した DNA。公式インスタでは、宇宙への航海。クルーは地球人だけじゃない?と8月の日程ポスターを公開した。神茶谷、イオサメ、乙坂の3人が顔を真っ青に塗り、尖った耳、額からは触覚が生えた宇宙人の特殊メイクを施している。球団公式インスタでは、3選手の撮影風景の動画も公開。思わず吹き出してしまう一幕もあったが、神茶谷は自身のインスタグラムでポスターの画像を添えて、旅行しに地球に来ましたと投稿。楽しい撮影となったようだ。ファンは、ピッコロよりピッコロやん、わらわら、このポスター欲しすぎる。帰らないでずっと地球にいてください。イ・オサムさんは、すっぴんだからすぐわかりましたけど、神茶最初わからなかったですなどとコメント。6連勝中と波に乗るドラ1ルーキーの新たな一面に大喜びだった。フルカウント編集部。